僕はタイなんですよ。でそのシェフマジ変態で、やらないと食べていけないもんね。はい、どうもこんにちは、すごいです。こんにちは、あおです。今回ですね、最短最速で結果を出す人がやってる物事の3分類っていう話をしようかなというふうに思います。全ての物事は3つに分類できるんですよ。まあ、ビジネス、スポーツ、音楽、いろんなもので結果を出したいと思った時に、この3分類に沿ってこのカテゴリーのものだったら自分やった方がいいなみたいな風に分類することができるんで、これをねちょっとお話ししようかなと思います。もうこれ結論から言うとですね、はい、才能がめちゃくちゃ必要なものが1、はい、他の人の5倍の量をやれば上位 10% とかに食い込めるよねっていう、量が大事なものがその2、方向性を間違えなければ結果が出るよねっていうのがその3なのよ。この3つです。例えばさ、ビジネスってまさに方向性がめちゃくちゃ大事なものなんですよ。ブログを1万記事書き続けます。でも毎日天気の情報を更新してました。これは稼げないんですよ。大体の物事って実は5倍の量やれば割と結果が出たりするのよね。例えばギターでこの曲を弾きたいですってなった時に、5倍1曲を練習したらそこそこ弾けるようになるの。上位 10% ぐらいに入れるようになるの。でもビジネスっていけるってやったら無理なのね。周りの人の5倍労働しました、でも上位 10% の稼ぎが得れてるかっていうとそんなことはないんですよ。だから僕が物事を選択してこれいいなって思うものっていうのは才能じゃないよねっていう、才能系もあるじゃん。そもそも身に備わってるものが大事だよねみたいな、体格だったりとかさ、運動神経みたいなのが大事だよねっていうのが結構スポーツだったりするから、ここでは僕は戦わないようにしようと。人の5倍やれば結果が出そうっていうものってコスパ悪いよねみたいな、量をやんなきゃいけないから僕は怠惰なんですよ。だから勉強して方向性が正しくやれば上位 10% に入れるよね、努力量は同じでもっていうカテゴリーを選びたい。これね面白くて、ポーカーのコーチングをつけてるんだけど、その人と飲みには行ってないんだけど、その人が飲みに行ってる場所でたまたま同じ場所にいたことがあって、後ろで喋ってたの。なんか酔っ払いながら、そのコーチが、いやポーカーっていうのはねみたいな、普通のものっていうのは他の人の5倍やったら上位 10% から 5% ぐらいの成果を出すことができるんだよ。でもポーカーに関してはそうじゃないんだよみたいな。俺も1日10時間とか5年間歌舞伎町でポーカーばっかりしてた時期があったので、海外行ったらボコボコにされて、この5年間は何だったんだろうって思ってたんだよみたいな。まあでもそれそうだよね。日本人相手のバカバカ打つポーカーはできるけど、海外に行ってちゃんと勉強してるプロには全く及ばなかったんだよと。だからポーカーって5倍やれば結果が出るっていうカテゴリーのものじゃなくて、正しい方向性で正しい努力をすることによって上位 5% に食い込めるっていう種類のもんなんだよねっていう話をこっそり盗み聞きしてたの。あ、なるほどなと。僕今まで才能が大事なやつっていうのと知識や勉強が大事なやつっていう2カテゴリーに分類してたんだ。はい、でもそうじゃないなっていう風に最近思って、才能とかベース能力値が大事なやつと、めちゃんこ量やるのが大事なやつ、根性みたいなやつと、その方向性とかをしっかりして知識をつけるやつっていう、まあ、3カテゴリーだなっていうのを思ったので、ちょっと動画を撮ってみてると。ゲームとかでも結構変わってさ、格ゲーとかってこの前者2つ寄りなのよね、意外と。才能がいるパターンと、その5倍努力する、そう、なんかもうえぐいコントロールさばきしてるなみたいな人いるじゃん。あ、はい、元からそういうさばきができるかどうかって結構大事だし、女の子でゲームド下手な人とかいるじゃん。あ、はい、マリオの最初のクリボー避けれませんみたいな、あ、人が量やって上位 5% に食い込めるかって、上位 5% 無理だと思うねっていうカテゴリーのものもあるよねっていう。だからこの3つの要素のうちどれ寄りなのか、 100% これしかないっていうのはないのよ。スポーツだってさ、量やるのが大事だという方向性が大事っていうのがあるけど、ウエイトとしては才能の領域が結構大きいよねっていうもんだから、自分がやろうとしてる物事がどのウエイトが高いのかみたいなのは常々把握しながらやってみると面白いんじゃないかなというふうに思います。なるほど。知り合いにすごい腕のいいシェフがいるのよ。そのシェフ料理はここなんだよって言ってた。方向性を間違えなければ、まあ、割とうまくなるよ、上位 5% には食い込めるよって言ってて。だってあれもさ、知ってるか知らないかじゃん。こういう調味料って言ったらこういう味付けに近づいていって美味しくなるとかさ、うん、そのシェフマジ変態で、アスパラガスを最も美味しく茹でる温度は何度とか、その辺もちゃんと知識で知ってるのよ。アスパラガスに含まれるグルコサミンみたいなやつが何度で一番旨味を感じるとか、あと人間の味覚の中では甘みを一番強く感じるから、甘いものを一発目に持ってって口をほぐしてから塩分を入れていくとより美味しさを感じますみたいな、全部理論で語るのね。料理はここですよと。生まれながらにして美味しさげなものを作ることができる人もいるけど、上位 5% に食い込んでる人は方向性を間違えなかった人だよと。上位 5% に食い込んでる人がどこなのかっていうので見るのはめちゃくちゃいいよね。周りの5倍やってる人が上位 5% に多い領域なのか、ちゃんと勉強して海外に修行に料理行ってる
とか、ポーカーのコーチング受けてるとか、ビジネスの勉強ちゃんとしてるとか、そういう人が多いじゃん、その領域って、はい、でそれに対してスポーツ領域はさ、なんかもう昔からめちゃんこ足速かったですみたいな人が多いよねみたいな、はい、身長が100の分類であります。そう、はい、自分が戦おうとしてる人の上位 5% を見る、まずこれステップ1、うん、上位 5% を見たときに、上位 5% の中でどのタイプの人間が一番多いのかを確認するみたいな。これはね、過去のエピソードとか見たら結構わかります。でそれで、この上位 5% に入ってる人が3つ目のカテゴリーをね、方向性を間違えなかったら上位 5% に行けるっていうことを上位 5% って見てて分かったら、その領域をちょっと攻めてみる。でさらにその中で、まあ、自分が好きだなって感じたりとか、努力するのが苦じゃないなとか、情報がいっぱい落ちてるなっていう風になってったら突き詰めていったらいいしっていう流れが僕はいいんじゃないかなと思います。うん、私ちょっと似てるんですけど、うん、上位 5% に入ることを基本的には諦めるんですよ。上位 10% のこの5から10の場所を見るんですよね、うん、まあ、15とかその辺の層を見て、ここの層がどれぐらい楽しいかとか、うん、幸せに人生を生きられるかっていうことを、ね、結構重視するんです。ギリギリ賞金もらえるかとかね。あ、そうです、5%から15%に入るとね、なんかそういう点で、なんかそこの層に食い込んだ時に最も得られるもののコスパがいいのが、私の中で勉強とビジネスだったんです。でこれなんでそこがお得かっていうと、参加する人数がとんでもないんですよ。多分勉強とお金を稼ぐっていうのは必ず誰しも参加しなきゃいけないものだから、とんでもない大きいパイの中だから、上位 5% から15%っていう、そんなに言うたらすごくないところでも十分すごいものとして扱ってもらえるし、そこそこ幸せに生きていける、うん、スポーツとかは上位 1% しか多分楽しくないんですよ、うん、あとはみんな負けちゃうからっていうスポーツよりもそこそこでもいい、なるほどね、ものを選ぼうって考えてます。それかそれ以下に入るんだったら、もう楽しく趣味として生きていく。なるほど、いい考えだ。でビジネスとかでさ、上位 1% とかやったら上場企業の社長とかそういう風になるわけじゃん。売上数十億の社長みたいな、うん、上位 5% から 10% ぐらいでさ、ゆるく月100万ぐらい稼げたら結構幸せだもんね。うん、そう思います、ね、そうだからそこでこれいいなっていう領域で戦っていくっていうのはめちゃめちゃいいことかもしれないね。それでやっぱ競技人口が多いものになるよね。そうなりますね、うん、勉強の競技人口って100% まであります、ね、100% まであるよねそうだよね、全員受験するもんね、基本的にね。コスパいいですよね、うん、ビジネスも競技人口全員だもんね。やらないと食べていけないもんね、うん、あと全員のものってなんでしょうね。全員のものか、恋愛もそうじゃない。おお、確かにそうかもしれない、うん、人間普通に上位 5% ぐらいだったら楽しいもんね。はい、超楽しいと思います、うん、恋愛は 30-40% でも30-40% でも楽しい、楽しい、うん、楽しい、誰も楽しいんです、うん逆に厳しいと思うのが音楽、スポーツ、美術、うん、アートの世界ですね、うん、あと料理ですかね。小説とかもそうじゃない。あ、小説もすごいと思いますね。芸術に入るんだけど、はいはい、小説もめっちゃすごい。漫画とかもそうですけど、そうだね。だからまあビジネスを推します。最後ギュイーンと思ってたけど確かにちょっと脱線しちゃいましたね。ビジネスを推します、はい、うん、でも本当になんかめちゃくちゃ才能がいるわけでもないし、そこそこの能力をつければ一生使えるし、結構優位に立てるしっていうので、上位 30% から 20% ぐらいに入るビジネス力、マーケティング力ぐらいは身につけておいてもいいんじゃないかなというふうに思います、はい、実際僕が概要欄で貼り付けてるメールマガジンがあるんですけど、まあ、そこの中でビジネス力をどうやって高めていくかみたいな話結構細かくしてるんですよ、はい、それさえ見てもらえればビジネスの世界で上位 30% ぐらいに入るんじゃないかなというふうに思うので、ぜひそちらもチェックしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、物事の3カテゴリーっていうところから、あおちゃんの物事の選び方論、そして最後に宣伝ということで締めくくらせていただきました、はい、今回の動画もこれで終わりにしようかなというふうに思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。